すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録、法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルの陽太です。以前の動画でこのパワーピボットというのはほにゃららと組み合わせて使うことがあるなんていう説明をしたんですけれども、この〇〇の中身何だったか覚えてますか？そうです、パワークエリでしたよね。今回の動画では具体的にこのパワーピボットとパワークエリをどうやって組み合わせていくのかというところをご説明していきます。で、組み合わせるときにですね、必ず皆さんに押さえていただきたいポイントというのが2つありますので、ここは特に強調して説明をしていこうかなと思います。ここのポイントをしっかりと理解しておくと、これから実務の中でどん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 データが増えていったとしても、ずっとサクサクエクセルを動かせるというような実務の感動体験につながるかなと思いますので、ぜひ早速中身見ていきましょう。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。続けて2つ目のパワークエリとの組み合わせについて見ていきます。具体的にこの2つを組み合わせるタイミングとしては、Excel の外からデータを持ってきて、それをパワーピボットで分析したいときですね。例えば今回は前回の動画と同じデータを使ってるんですが、マスターデータがこんな風に4つ並んでいるだけで、実際の売上を記録している売上テーブルというのが表示されていない状態です。この実際の売上データというのは、今回この Excel ファイルとは別にCSV ファイル、いわゆるテキストファイルで保存されているというところを想定して、まずはこの CSV ファイルを Excel の中に入れてあげるというところから始めていきます。この作業を行うためには、こちらデータタブの左にありますデータの取得と変換のところのテキストまたは CSV からというのを押してあげまして、今回はデスクトップにある2123売上というファイルをこのようにインポートしてあげます。で、パワークエリのもう一つのメリットとして、データを分析しやすいようにこう整形したり加工できるというところがメリットとしてあるんですが、詳しいパワークエリの使い方については別の動画でご紹介しているので、今回はあらかじめ綺麗なデータをもらったというところで想像してください。で、こちらしっかりデータが入っていることを確認したら、読み込みのところの三角を押してあげて、読み込み先というのを指定してください。で、ここがオープニングで申し上げたパワークエリとパワーピボット組み合わせる際の一番のポイントなんですが、こちらのデータの読み込み先のところで必ず接続の作成のみというところにチェックをした後に、一番下のデータモデルに追加するというところにもチェックを入れた上で OK を押してください。こうすることによって、実際の Excel 上にデータが展開されるのではなくて、こちらに接続された状態で置くことができるということです。じゃあこれどんないいことがあるのというところなんですが、端的に言うと Excel で扱うデータ量が増えないというところがメリットになります。例えて言うならば、回答する前の ZIP ファイルのような形でですね、展開するとデータ量って多くなってしまうけれど、このまま置いておくことによってある程度データが膨れ上がるのを抑えてくれるというような役割がありますよね。今回もパワーピボットの中で分析をするためという用途にとどまるのであれば、データモデルにさえこのデータが入っていれば OK なので、このように持つことで Excel のファイルが重くなってしまうことを防ぐということができるようになっています。ですので、パワークエリを使ってデータを読み込む際には、必ず接続のみにしておいてデータモデルに追加するという2つにチェックを入れていただけるといいかなと思います。続けてパターン2つ目も見ていきましょう。こちらのパターンはまだ Excel ファイルの中にデータがないので、パワークエリで取ってきてからデータモデルを作るという時によく使われます。今回もデータタブのデータの取得から Excel ファイルを選んであげます。こちらパワークエリの使い方については前回の動画でも解説しております。今回デスクトップにあるこちらのサンプルデータというのをインポートしていきます。今回指定した Excel ファイルの中で使いたいテーブルが5つあるので、今回はその5つを全て選択するために
まず左上の複数のアイテムの選択にチェックを入れてから、こちらの青いマークのテーブルを5つ選択してあげてください。選択し終えましたら、右下の読み込みのところから読み込み先をクリックしまして、前回ご紹介したように接続の作成のみ、そしてこのデータをデータモデルに追加する、この2つにチェックを入れた状態で OK を押してください。そうするとこのようにクエリと接続のところで5つのテーブルを Excel ファイルに読み込めたことが分かりました。最後にパワーピボットタブの同じく管理のところからダイアグラムビューを見ていきましょう。そうするとこのようにまだリレーションシップが組まれていない5つのテーブルが置かれています。こちらに手作業でリレーションシップをドラッグ&ドロップでつけていくというのが今からやっていくことになりますので、まずは中心に置きたい売上テーブルを真ん中に持ってきて、それぞれをこのように四隅に持ってきてあげます。ここまで来たら、まず売上テーブルの顧客 ID と顧客マスターの顧客 ID つなげてあげたいので、売上テーブルの顧客 ID からこのようにドラッグ&ドロップしていって顧客 ID のところでつないであげます。こうするとこのようにリレーションシップを組むことができました。他の3つについても同様にやっていきます。はい、できました。このようにですね、手作業でドラッグ&ドロップしていくことによって、冒頭お見せしたリレーションシップデータモデルと同じものができていることが確認いただけるかと思います。ここまでリレーションシップをどうやって構築していくかについてお話をしてまいりました。次回の動画では今皆さんと一緒に作ってきたデータモデルについてもう少し詳しく中身を見ていこうかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。マイクロソフト365と生成 AI に特化した組織 DX サービス、ユースフルフォービジネスで検索。